Chihaya Furu tells the story of Chihaya, a high school girl who dreams of becoming the queen of karata, a traditional Japanese card game. She forms the karata club in school, and together with her two childhood friends, their journey begins. ここにはカルタを好きな人しかいない。日本テレビの中谷俊夫と申します。ちはやふるのプロデューサーをやらさせていただいてます。テレビ局のプロデューサーはですね、まずは放送枠、それからお金、それから調整事とか、原作周りのこととか、権利関係とか、そういうことから、演出面、スタッフィング含めて、まあ、全てを一応統括してやらさせていただいてます。どうだっけ、25枚を3段に並べて、上の句が読まれたら下の句だけが書かれた札を取る。ちはやふるで、まあ、一期からそうですけども監督をやらせていただいてます浅香と申します。で今こう1話 の絵コンテなので、まあ、半分だけですけども自分で監督として書いて絵コンテを書いてますが、全部書けるわけではないので他の人が、演出さんが絵コンテを書いて分担して作業をしているんですけども、それをまた僕のところに上がってきた段階でまた僕の方で手を入れてチェックをして、書く作業に入っていきます。絵コンテになりますが、まあ、作品の全体の設計図みたいなものですね。どういう芝居をして、で、こういうレイアウトでということが書いてある。これが画面のレイアウトで、カメラワーク、芝居の内容で、セリフ、あとそれに尺ですね、時間、このカットに何秒要するかっていうこととか、まあ、大体この通りに完全に画面がなるわけではないんですけども、これをもとにアニメーターが絵を描いて、レイアウトを描いて、原画を描いて、でまあ創作家が直して、最終的な、まあ、背景さんもですね。でも多分もう会えんなんで私たちにはカルタがあるからまた会えるんじゃないの。続けてたらまた会える、絶対会えるよ。結局みんな本当に、僕もいろいろこの仕事やってていろんな人に質問されるんだけど、最後こうみんな鉛筆で描いているってどれだけの人が知ってんだろうね。そこはやっぱり最終的にやっぱデジタルになんないですか。ないないですね。でもまだ3になって、デジタルでその絵を描いてくる人とかもいるんですけど、うんうん、ただよくはない。よくはないんだ、はい、そうですね、うん、デジタルの線は今のところあまり、まあ、その人の使い方にもよるのかもしれないですけども、やっぱり浜田なり今村くんなりが描いた鉛筆線の方が魅力的です。そう、浜田さんって話出たけど、監督はずっと浜田さんとコンビ組まれてること多いですよね。そうですね、はい、桜もそうだし、ね、ナナも、はい、やっぱり浜田さんじゃなきゃダメなとこはある。他にもうまい人はいますけども、うん、まあ浜田、まあ、絵図からはもうすごくあってスピードが速いっていうのに比べて、に付け加えて、浜田邦彦です。とりあえず最終的な画面の絵的なものを直す仕事なんですけど、まずコンテっていうものがあって、一番最初にここにそのどういうことをするっていうのが書き込んであるんですけど、例えばこの280だとこういうふうに試合の顔が書いてあるんですよ。これをもとに、原画マンが演出の人と作画の打ち合わせをして、こういうふうに上がってくるんじゃないですか。でそれをまあトレースしたのが動画なんですけど、これを取り込んで色塗ったりとか背景つけたりとかして、でフィルムで一応チェックをして、直したい部分がある場合は最終的に僕のところ回ってきて直します。これをなんでこの2枚の札使うの？ああ、それは
秋の田は近江神宮の祭神の天智天皇の歌だから分かりますけど。ああ、何しは上の句の一締めと下の句の一締めで名人になるから。これオープニングの中のワンカットのカット袋、これが、多分レイアウトと原画と動画が全部この中に入っていて、これがタイムシート、これでは何秒分なの？これで、これで6秒ですね。6秒分の絵がこれが、6秒分がこれ、これこんなにあるってことだね。そうですね。あ、これがコンテですね、ちょうどこのコンテこうなるってことだね、うん、千早がカルタを飛ばした瞬間からカメラが千早の顔に回り込んでいくというカット内容になります。これを全部作画で回り込んでいます、このポーズ。ちなみにこの白い紙が原画さんが描いてきたもので、青い紙が僕が創作官の浜田に対して出す指示で、これに従って浜田が絵を描いてくれるというものになります。これがレイアウトとして上がってきます。で、そのレイアウトをもとにして原画というものになってきます。すごいね、はい、これが原画でキーになる絵ですね、うん、タイムシート上でいうとここが原画の欄になるんですけど、この丸がついているところ、これが全部原画の絵がここに入っている。で、この間に点々が打ってあると思うんですけど、この点々はその間を中割りで埋めてくださいっていうことですね。動画というものに次のセクションに回ります。で、動画として上がってくるものがこの分厚さ、で、これこの方特殊で目が別セルになってるんですよ。別のレイアウトして目を描いていて、で、なんでこんなことしてるかっていうと、あの髪の毛に透けさせるために目を別にしてるんですよ。なので違う露出で髪の毛だけ別に重ねています。なので目がちょっと透けてるように見える。ゴージャスな方だね。ゴージャス、ね、で、それに加えてこの千早の前に札が置いてあるんですけども、これが 3D で連動して動く。で、これは、このレイアウトの上がりをもとに 3D さんが別の作業をしていて、で、それを最終的に撮影で合わせて、撮影すると。で、これはあくまでも背景は除いて、この手前のこの人たちの動き、千早ちゃんの動きを描いたりなんだよね。そうですね、はい、それと最終的にこの CG を最後に最後にガッチャンコして、はい、いつの間にかこの胸熱くなる。このコンテの若いの監督だよね。そうです、これは僕が描いていて、これは監督の絵で、監督がはもう描いた時にこの今目を別セルにするとか含めて想像しても描いてるわけだもんね。そうですね、はい、で、これに合わせてさっき言った原画さんが描いてきて、それを監督が指示して浜ちゃんが直して、で、最後に動画が埋めていってまた直すっていう感じだよね。まあ、何人のたった6秒なんだけどすごい人がかかって。そうですね。Karata is a traditional Japanese card game which involves three people, the reader and the two players. The reader reads from an old Japanese waka poem from a collection of poems called Ogura Hyakunin Ishu. While the reader reads the poem, on the ground, there are cards called Torifuda, which has the finishing phrases of the said poems written. Now, while the reader is reading the poems, the players must quickly search the torifudas and literally slap away the cards that corresponds with the final phrase of the poem. カルタっていう世界がやっぱり面白くて、で、全然あの認知度がなかった世界観じゃないですか。それをその初めてアニメにできて世に知らしめて、実はすごい深い世界なんだろうっていうところを描けるところの面白さっていうのは絶対文句なくあると思うんですよね。そうだよね。ちはやふるもさ、監督と一番初めにさ、俺たちがあのロケハン行った時って大会にそんなにお客さんっていうか選手いなかったけど、ちはやのおかげですごく増えたでしょ、うん、まあ、当然あの原作の人気もあるんですけども、もちろんアニメやってからやっぱり高校選手権の人数がバカ増えたっていうね。最初の頃とだいぶ変わったなって感じしますよね。そうだね、確かにね。欲張りって言われても、
あのクイーンを目指してきたの。ヤモンと。あれって初めからそのカルタの作品って多分僕も思わなかったし、監督も思わなかったし、多分読んでる人さえカルタの作品だって思ってないと思うんだよね。その本質はやっぱりちょっとこう恋愛であったりとか葛藤であったりとか、なんかみんなで頑張るっていうようなこう泥臭い部分であるとかね、それがたまたまカルタっていう、なんだろうな、世界観にを利用して体現されているっていう、それがやっぱり受けた理由だと思うんですけどね。あの近江神宮に行って強く思ったことの一つで、あのもう泣きながら選手が負けた選手が、ね、出てきたりとかするじゃないですか、ね、泣き崩れて、あれを見た瞬間にこの全てがカルタにこう置き換えられている世界、人たちなんだなっていうのがすごく感じて、ね、でちはやふるにおいてもその恋愛もそうだし、頑張ってる要素もそうだし、全てがそのカルタで表現されている、だからカルタを面白く描けば全てがうまくいく作品だってすごく思って、あのスミレちゃんがあの太一を落とすために、この恋愛のその正解というか進む道はカルタにあるんだみたいなことを言ってますけど、そうですね、あの1ミリでも1ミリメートルでもですね、ちょっとこうクオリティを上げたいと思ってまして、今日もこの瞬間もですね、我々のクリエイターが頑張って汗水垂らしてリテイクに励んでおります、皆さんに、いいものが届けられるように、頑張ってますので、どうぞあのお楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いします。新た、私にも仲間ができたよ。一人じゃないよ。新たからもらったものが広がってくよ。